ラミーが行くの？大丈夫だよ。何をもって大丈夫って言っとるんじゃ。君。いや、これ絶対こうだよ。ちょっと待って待って、嘘今見に行こうと思ったら置いてかれた。外した上にラミー置いてかれたんだけど、魂。いや、次一緒に魂置くから。本当？次一緒に置くから。うん。シシロンが、今のパターンだったら大丈夫。急にふーってどっか行っちゃったらもう、ラミーは終わる。じゃ、学校は無理か。置いてくつもりなの？違う。じゃあって何？じゃあ置いてけないから学校は無理だみたいな、そういう流れじゃなかった今。いや、なんかほら、二人で協力して、よし、探すぞ、うん、おーみたいな感じの、やつは、まだちょっとあれかな、心細いかなっていう。あ、なるほど。そう。まあ、産地的には全然まだ大丈夫だから。心強、シシロン。ふっふっいいのかい？そんな、恋恋。何ラミーのこと捨てるの？いや、いいのかい？そんなに。あ、間違えた。間違えて、ライト。効率を求めるのであれば、バラバラになった方が、いいね。ただ、最初の5分は襲われないんだよ。ここ溶けあんじゃん、ラミちゃん。うん。ここ。ね、最初の5分間は何があっても襲われないから、うん、5分だけはバラバラでもいい。いいよ。うん。わかった。じゃあ5分だけね。5分だけ。何持ってけばいい？温度計と懐中電灯は持った？持った？じゃあ。こんなの。みんな、時間を測っといてくれよな。いや、わかって。ほんと、ワザップとかほんと、いらないから。あ、もし、嘘ついた人もラミ一生忘れないから。名前覚えてもらうチャンスじゃん。やめて、ほんと。そんな、悪い風に覚えるけど、これ、わかんない。あ、確かにな。やめとけよ、みんな。悪い風に覚えられちゃうぞ。え、開かないドアも。あと何分だろう。あと2分ぐらいかな。怖い。やだよ、なんでこの奥行けない。やだ。大丈夫？え、ここ開けなかったっけ？心は近くにいるよ。え、心だけじゃ足りない。実体も欲しい？当然だよ。しょうがないなぁ。何よ、そんなにびっくりする様子あった今。ドアが閉められる。閉められる？うん。閉められるってどういうこと？ね、ドアがバンっていう。あれ、これさ、電気、ブレーカー落ちた？もしかして。怖い。大丈夫だった。怖い。やだ。でもね、これマイクほら、今、ラミちゃんが叫べば叫ぶほどね、反応するから。やだ。もう上行ってもいい？まだ下終わってないけど、上行ってもいい？いいよ、終わってないで。何その、あ、遅いみたいな。発見した。あ、上？うん。怖い。いやだ、でも、シシロは一人で先に行かないで、死なないで。死ぬときは一緒だよ。でも、ラミちゃんにこれ場所どうやって伝えよう？そうだね。取りに行く？ラミーは見てるよ。え？え？だって。ラミちゃんこっち向いて。今、ニコってしたんだけど。あ、ちょっとしてる。ほんと？ちょっと谷間取っといた。どこ撮ってんのよ。いや、ちょっと行ってくるわ。わかった？見てるね。大丈夫、任して。あ、行った。レイコになってもラミちゃんの横いるから。さっきラミ置いてかれたけどね。ちょっとノーコメントで。レイコになったラミ置いてかれたけどね。ノーコメントで。どこだろう、シシロ。まあね、心強いからね、ラミ全然前回よりも怖くない。病院でデートだ。もうね、あんまり、そんな、心浮かばして言うような言葉でもないでしょ。ダメでしたかね。うん。来た。
もう信じられないんだけど。どういう精神状態でここに一人で来れるの？なんかね、鋼の意志で。にラミちゃんそこ立ってよ。はい。記念に取って帰るから。この受付のここ立って。あ、ここ。あ、じゃあ受付のこっち側に行くよ。うん、そっち側に立って。ラミ、じゃあ受付の人ね。はい。じゃあ、撮りますよー。はい、行きますよー。はい、はい、チーズ。はい。でも、可愛く撮れた。写真撮りました。うん。ラミちゃんはいつだって可愛いよ。ハンデさんね、ちょっともうちょっとさ、演技臭くないように言えないの。ラミちゃん、可愛いなり。ありがとう。ほななーだけどいい？いいよ。じゃあ、ほななーで終わろう。はい。じゃあ、せーの。ほななーほななー楽しかったよ。楽しかった。うん、楽しかった。